日給なのです。始まりました。今回はおすすめエロ漫画紹介。こんなおすすめできるほど読んでます？俺も読んでない。全然読んでないんで僕たち。なんかもうでも、うん、まあ心に残ってるおすすめのエロ漫画っていうのは、まあ、正直ある。あー、思い出のみたいな。そう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 。でも最近読んだのでなんかエッチだなみたいなシーンが多かったりとかするやつ、うん、もうこれはエロ漫画として認定していい？そうだね。本番行為とかを行ってるイコールエロ漫画、になっちゃう。そうだね。どうすればいい？だ、俺らもザエロ漫画じゃなくて、うん、ちょっとエッチなとかエッチ要素があったっていうだけでもうエロ漫画っていう風に認定しました。幼すぎるだろ。はい、それの中のまあ、2本ずつ今日は、うん、ちょっと好きなやつを紹介していきたいと思います。やっていきましょう。はい、私はですね、村田浩二先生の赤いリンゴ。今も連載されてる作品、はいはい、って言われるんですけど。何で連載されてるの？これね、コミックデイズっていうやつで、私は無料で、なんつうの、1話ずつ更新されていくんだけど。あれを読んでます、私は。これがね、おもろいんですわ。俺もね、1話、2話ぐらいは読んだ。あ、読んだ？うん。あらすじ説明させていただくと、これ日本。うん。令和バツバツ年の日本は、はい。性行為が禁止されてるっていう設定の、世界になってまして、うんうんうん、その性行為を行うと、もう法律で禁止されてるから、うん。セックスとか、そういった教育、うん。性の教育みたいなのも子供たちにはされてない。うん。だから、その子供ができるのも人工授精だったりとか、うん、で、キスも法律では禁止されてないけど、まあ、学校ではやっちゃダメとか。すげえいい設定だよね、これ。やっちゃダメ。これ、うん、もう、それが禁止されてる世界。で、うん、その世界で主人公の犬田くんっていう男の子がいるんですけど、うん、この子のお父さんが、うん、瀬取りっていう厚生労働省性行為取締官っていう、うん、変な職もね。そう、瀬取りっていう職があって、うん、その職についてるお父さん持ってる主人公が、うん、そのある時にね、まあ、ひょんなことから、そのなんか変なディスコみたいなところに行って、うん、したら、もう、セックスとかが禁止されてるから、なのに、そのディスコみたいなところではセックスっていうか乱交パーティーが行われてる。やばいね、それ。で、うん、うわみたいな、うん、なって、その現場を見てから、その性に目覚めていくというか、このセックスとかが禁止されてる、この日本で、まあ、その男の子がどう変わっていくのかみたいな。なるほど。話なんですけど。いや、すげえわかる。そのさ、やっぱ禁止さればされるほど気になるし。うん、そう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 。でもさ、思うに、今の日本って別にセックス禁止じゃないじゃん。うん。禁止じゃないけどさ、うん、禁止されてるようなもんじゃない？あー、やっちゃダメみたいな。そうそうそう。なんで？まあ、外ではもちろんできないし、うん、そういう言葉だってさ、テレビじゃもう言えないわけだし、あ、なんか禁止されてる感がすごいあると思う、今に。いずれ、まあ、この赤いリンゴみたいな完全社会が、まあ、ならないとは思うけど、主人公のお母さんすごい面白いんだけど、うん、私、なんかその、主人公が好きなアイドルがいて、うちらっていうアイドルがいるんだけど、はいはいはい、女の子のね。まあ、なんかその乱交パーティーでうちらに会っちゃうみたいなハプニングもあったんだけど、うん、なんかそのうちらのことが好きで、アイドル誌というかさ、うん、そういう写真集が、あの子そういえば写真集みたいなあったわみたいな、あれも捨てましょうみたいな、なんかお母さんめっちゃ過剰なのよ。だからもう、生徒を確立させるというか、うん、で、これ、村田先生のこの作品、うん、もう全部に言えることなんだけど、うん、もうね、セリフがマジで秀逸。ほんとね、犬田の、な、犬田って、まあ、めちゃくちゃ真面目そうな、多分、もうメガネで、黒髪で、みたいな、セックスなんて、みたいな。人間がやることじゃないよみたいな感じのこと言ったりとか、言うのね。なんかそれが、その、生きった感じとかもめちゃくちゃ面白くて。セリフが超面白い。なんか、1話の、乱交パーティーで、その、ウチュラっていうそのアイドルと、で、出会うんだけど、その、会った時に、その、うちらがめちゃくちゃがたいのいい、うん、その外国人の人とちょっと行為を しようとしてて、うん、そいつに対して、こう、セクチューやろうって言って、その、あ、セックスするやつのことはセクチュー。セクチューやろう、このセクチューやろうが、アルチューとか薬チューみたいな、ね。そう、薬物みたいな扱いを受けてんの、セックス。あー、なるほど。で、いろんな組織が多分絡んでくるんだから、その、それ、セクチューやろうって言って、俺は、セックス、
を邪魔されることが一番嫌いなんだって言って、次のページ見送ったら、キルユーって言っちゃった。死ぬやん。ごめんちゃ、バキみたいな体勢でこの、見開き1ページ分でこうなって、キルユー、キルユーって言ってこう構えてる様が、マジで面白くて。面白いね。もうめっちゃ笑えんのよ。これちょっとぜひおすすめというか。はい、もう気になるわ。ぜひね、見れると思うので、見てください。じゃあ、俺がおすすめするエロ漫画、一つ目は、はい、ユリア百式。なんかすごい老舗が、老舗のエロ漫画出てきた。めちゃくちゃね、古いエロ漫画。原作は、原田茂光先生で、作画が、萩尾信人先生。あ、で、分かれてんだ、作画と。うん、これ、俺が初めて見た時は、中学校時代だったの、確か。うん。初めてちゃんと買ったエロ本がユリア百式だったんだけど、うん。でももう中学校時代にさ、選ぶ基準といえばやっぱりもう、表紙。表紙でしかない。そうだな。表紙の絵が、ズバ抜けて一番可愛かったの。マジで可愛い。もうほんまに、ドストライクだったの。これのちょっと簡単なあらすじ説明すると、うん、まあ、主人公の大学生の男の子がいて、うん、で、その、ユリアっていうのは、セックスアンドロイドなのよね。うん。型番なのよね。で、そう。初めて、その、男性キリアルともセックスした人を、うん、の、一生性奴隷になるらしくて、その人の。うん、なるほど、ね。で、博士がそれ作って、やった、よし、やるぞっていう時に、そのユリアがなぜかこう自我を持ってて、やーっつって、こう、逃げちゃうのよ。うんうんうん。で、この主人公の大学生の男の子の家に上がり込むと。はい。毎は毎は、ユリアがムラムラしちゃって、男の子とそういう恋しようとする。うん。けど男の子は、もう好きな子がいるから、うん、セックス層で、しないっていう。あー、なるほどね。毎は。ラブコメだね。毎は、そう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 。うん、絶対にしないのよ。はい、はい。主人公が、プロレス技みたいなすごい好きなのね。はいはいはい。プロレス技がすごいできるから、うん、最後こう、しそうで、しそうになったけど、やばい、やめようって言って、プロレス技でバーンって投げ飛ばすって、ユリアは。はいはいはい、はい。大体こういうオチなのよ。はいはいはい。これめちゃくちゃ好き、俺。毎回プロレス技出るみたいな感じだよ、ね。毎回プロレス技。うんうん。オチはプロレス技なの。うんうん。俺らのもう、ネタだよね、もう。逆版のネタだよね。なんかガツガツしてる版のね。そう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 。ユリア百式読んでたからこういうネタにしたわけじゃないけど、うん、こういう展開すげえ好きなのかも。話のね、これはいいんですよ別に。絵が好き。とりあえずこれ見ても本当に絵が好き。絵は確かに可愛い、めっちゃ。めちゃくちゃ可愛い。一個この表紙買いした基準、もう一つ目としては、エロ本じゃない可能性も秘めてるからっていうのあるよね。もろエロ本みたいなの買えないから、ね、絶対、はいはい。恥ずかしいよね、ちょっとね。エロ本じゃない、俺はこの漫画が好きだからみたいな感じで、うんね、うん、買って、で、中身も良かった。うん。それがユリア百式ですね。いや、なんかね、見たいなと思った、私もなんか。うん。やっぱ、あらすじ読んで、ちゃんとこう、私の好きな、やっぱラブコメ。うん。ちゃんとラブコメ守りつつ、エロっていう、その、スパイス。うん、これは面白いよね。これは面白い。最近私大人買いして読んだんですけど、さすが K 先生のドメスティックな彼女。これちょっと有名タイトルかもしれないですね。はいはいはい。ま、これマガジンで連載されてたっていうのもあって、はい。ま、ちょっとこう、エロ漫画っていう風には言いたくないんですけど、うんうん。ま、ちょっとエッチな漫画。なるほど。ま、ちょ、あらすじざっくり説明するんですけど、はい。ま、主人公の夏尾くん、うん、高校生のね、夏尾くんが、まあ、小説家希望の男の子がいるんですけど、うん、その男の子が、その友達の付き合いで他校の女生徒とこう合コンするって話になって、うん、はいはい、で、その合コンした時に出会ったるいちゃんっていう女の子と、まあ、ちょっと流れでこう抜け出して、うん、まあ、ちょっとやってみるみたいな感じになって、うん、セックスするのよ。一、うん、回限りの、はいはい。で、お互いもう後腐れなく、うん、もう何も関係ないから、っていう感じで、まあ女の子も結構ドライだから、うん、もうこんな感じか、みたいな。まあいいよ、もう、みたいな、うん。やってみたくてやっただけだし、もう二度と会わないので、っていう風に別れるわけ。そんな。そう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 。結構ドライな子で、るいちゃん自身が。その主人公には、思い人がいて、うん、それ、まあ英語の教師の、うん、先生がいるんだけど、そうですね、ひな先生っていうめちゃくちゃ可愛くて、愛嬌も良くて、うん、こらーみたいな、うん、何やってんだみたいな感じの、うん、おてんばな感じの先生なんだけど、その人のことがずっと好きだったから、うん、まあその、るいちゃんと、セックスしたことが、うん、まあちょっと、先生のことを俺は好きなのに、みたいな感じでちょっと、純粋だね。そう、悶々としてて。うん、したら、まあ、なんか、ある時に、その自分のお父さん、なんか再婚することになって、うん、まあ、お母さんいないんだけど、うん、
再婚するってなって、まあ、女性と再婚したんだけど、その女性の連れ子が、ひな先生と、るいちゃん。自分が好きな先生と、その自分がやった女の子。兄弟で。兄弟連れ子で、まあ、義兄弟になるわけよね。再婚で。三人とも三人とも。で、みたいになっちゃって。ルイ的には、もう二度と会わないと思ってたから、ってなるし。ひな先生からしてみれば、みたいな、夏尾くんだったのみたいな。自分の好きな人と、まあ、やっちゃった子が、一つ屋根の下みたいな感じのシチュエーションのラブコメ。まあ、ちょっとこう、泥ついてる。ドロドロだね。ところもあって、まあ、ちょっと。どうせ、ドロドロでしょ。そうそう。タイトルがドロドロだもん。まあ、ドメスティックな彼女でね。絵がいいな、これ。エッチ。やっぱ、エッチがいいの？絵がね、いいのよ。やっぱ絵かい。絵もいいし、でも、やっぱね、この作者の方が、やっぱコメディが上手くて、やっぱ、コメディが上手いというか、なんだろう、こう、シリアス調なのに、ギャグっぽいところが、すごいコミカルで可愛いのよ。やっぱ、ルイちゃんが可愛い。ルイちゃんがすごいどんどん人間の心になっていくわけ。なんか最初すごいドライだったんだけど。そうだよね。そんで、ひな、そのお姉ちゃん、もうめっちゃかっこよくなってくる。なんかその三人の恋愛模様が、もうほんと、ドッタンバッタン、ギッタンバッコンって、もうすんごい、すんごい波があるから。これをぜひね、楽しんでほしい。僕が、一番心に残ってる作品。はい。岡田和人先生の寸止めですね。ああ、よく言うよね、峰君ね。さっきも紹介したユリア百式と、ちょっと似てるんですけど、行為がないのよ、この二つ。共通してるのが。セックスをしないっていう。そうですね。ああ。軽く話で紹介すると、はい。ね、主人公が、まあ、相葉くんっていうすっごい冴えない子なのよ。はいはいはい。で、そこに、ロマンクラブっていう、なんかオカルト研究会に入ってるのよ。もう俺好きそうやん。まあ、ちょっとね。オカルト研究会に入ってて、そこに、ある日転入してきた子がもうめちゃくちゃ可愛くて、超不思議な感じの子なのよね。なるほど。まあ、くるみちゃんって言うんだけど。で、その子と、が、まあ、ロマンクラブに入ってきて、その子に恋をするみたいな感じなんですよ。まあ、いたって普通のラブコメな感じではあるんだけど。まあ、そうだね。中身がね、まあ、すごくて。まあ、相葉くん、まあ、相葉ひでおって言うんですけど。ひでおくんは、こう、くるみちゃんのことを好きで、くるみちゃんから、もう、名言と言われるもん。このセリフ言われるんですよ。たとえ世界中の男とセックスしても、君とだけはセックスしないし、私から射精させることもしない。これね、とんでもなく、まあ、ド M な男の子とド S な女の子の話なんですよ。はぁ。もう、ものすごい、ドエスだし、すごい不思議な女の子なのよ。中学生男子が一番求めてる。一番突き刺さる女の子像は、それ。まず、不思議、超不思議。で、かつ、ドエスなのよね。この女の子が、すごいなんかね、あの、サディスティックなことさせんのよ、この日。相葉秀夫くんにね。ここで、はい、あの、脱いで、みたいなとか。全裸になってとか。ああ、ちょっと変態チックなのかな。そうそうそう。でも絶対射精とかはさせてくれないの。ああ。これがね、もう読んでて、こう、一番苦しめられる。ああ、ええーね。とにかくね、くるみちゃんがね、不思議なのよ。ええー。何にもわかんない、本当に。あのね、なんと言っても、絵がいい。これに限る、エロ漫画は本当に。絵がいい。エロ漫画はやっぱさ、その人の、フェチみたいなのが出てれば、マジでいい絵って感じに感じるよね、やっぱね。両方とも、俺が言った好きな漫画さ、両方ともまあ、そのセックスの描写はないにしても、両方ともセックス以上にいい描写がある。これがね、すごいところだと思ってる、俺は。はい。こんな感じです。なんかちょっと漫画の談義みたいな感じで楽しかったね。そうだね。ぜひ、もう心に残ってるエロ漫画こんな感じなので、ぜひ皆さん調べて、見てみてください。ぜひ、よろしくお願いします。では、バイバイ。バイバイ。